フォルムが違うから、ちょっとごめん、ちょっと今下げるの、ちょっとごめん、ここちょっとごめん、ちょっと普通にちょっと持ち物ちょっと持ち物じゃない、まず変換しに行く、ごめん、ちょっと普通に持ってるはずやってん。多分なんかレポート書かなかったからか、なんかであれやったから、普通に買ってたから。じゃあこれ俺が言う、ここ爆破するっていうのはもう心の底からやっぱ自分が負けたなって思った時だけ。もう今の買ってんもん、今のやっぱ買ってるから、てか買ってるはずやから俺の中では。もうなんか爆破とかそんなんなし、そんなんなし、そういう話ではないから俺、そういう話ではない、これはそういう話ではないね、これはな。どっちがこれか、お前コロトックみたいな、誰がコロトックやお前。大人はずるいということは、俺大人じゃない、俺は子供や、俺はいつまでだっても子供やで。7000の前では嘘つくゴミ。そんなにチャンネル潰してほしかったお前ら、逆に聞くけど、お前らの方がじゃああれや、お前らの方が罪悪人や、そんなこと。俺の配信する場をな、俺の唯一の趣味をな、そうやって奪おうとするお前らこそが罪悪人やちゃうか。さっきの試合はもうだってねえ、俺勝ってたと思う。勝ってた可能性がある。聖なる剣がやっぱいらんやな。このクソ技が、すいませんでした。もう確か僕が言ったことなんですけど、ちょっともう申し訳ない、ちょっとやっぱちょっと勝てなかったですけど、ちょっと今回だけちょっと次絶対勝つんで。じゃあ分かった、じゃあ条件ちょっと延命治療だけさせてくれ。次絶対勝つ、じゃあ次絶対に勝つ、それでどうや、次絶対に必ず勝つ、どんなやつがいてでも勝つ。うん、それでの相手の方を舐めてたことに関しても謝罪いたします。本当に申し訳ございませんでした。次僕必ず勝ちますので、あれちょっと どうかちょっと今回は僕は多めに見てください。すみませんでした。あ、だからレポート書かないと、ここでレポート書からないから、また次がレポートちゃんと書くと覚えておいてな、ちょっとレポート書くってことちょっと覚えてくれ。もうレート下がりすぎやマジで、もう嫌や、もう泣きたいというか、もうやりたくないこのゲーム、ほんまストレス溜まるだけやもん。だってと音小さい、ごめん。もうこれでどう、一撃必殺持ってるであろうポケモンが一体もおらんねんけど、相手誰が一撃やってくるわけ、これ。子供子ちょあんま火力はな重視してないな俺、立ち回りで見せたいからな、立ち回りで勝ちたいっていうか、立ち回りで勝つことに、やっぱそら例えばね、ほんまにだからレート1700、1800で満足って人は、まあ、その火力でね、やっぱメガネとか鉢巻きでご利用せば
いけるんかもしれんけど、その先やっぱないやんか、やっぱりその先の価値が何が必要でまた立ち回りやんか。そこにちょっとこだわっていきたいからな。そこにこだわり鉢巻き。よし、決めた。レディーゴー。痛い、腰がもうほんま痛い。うん、よし、ここは OK。 Let it go, let it goOnce you can fall away, let it go, let it go. Well, once you can fall away, you shall feel it's a new way to say I can feel fine. You can't feel it's a new way to say.あいつやな。ん、あろう、なるほど。ってことは、あの鬼火？流星ない。飛び出したり流星行に行き出したら、俺たらら、たらたたらら、たらららららら、たらららリアンシー見ました皆さん、ところで。あ、ちょっと。あ、ブレイバー殴り方か。結構持ってくなぁ。 OK、 ディアンシーまだもらってないんですよ俺。映画館ちょっと他の映画見てついでにもらってこよう。せっかく行ったんでもったいないし。文字自信読みかな。まあせやろうなおそらくは。映画見たもんだって俺。ちゃんと映画見たもん。はい、一撃。え、耐えるんか。うわぁ、弱砲や、終わった。しかも、鶴舞と来たか。なるほど。これは手をつけられないのが来たな、俺。じゃあ、DS 持ってなくて。で、影打ちやろ。影打ち、なんか先制技を無効化する特性とかないかな。出てきそうじゃない？第7世代ぐらいで。ファストガードみたいな。
いや無効化でいいやろそんなん。ギルガに先制技も出したのが間違い。まあでもかといってギルガが鍵打ち持ってなかったらそもそもこんなに使われないやろ多分。栄冠はだからディスク破損でちょっと終わっちゃった。無効化でいいと思うけどな。防弾とかそしたらどうなるんだけど、特定の技に対して。いや猫騙しは、え何この色違い、えこんなんなんや。ひまわりみたいやね。うん、なんかかぼちゃというか、なんかかぼちゃの花みたいな。すごい色になってるな。大丈夫かこれ。ちょっと怖いな。交換しちゃおう。あーなんかサボテンの花みたい。うちの実家のサボテンがね。うわーヘビニヤミ。まああんまりうちの実家のサボテンがおんねんけどな。もうなんかもうサボテン、あのサボテンの花咲いた後でサボテンが、小さいサボテンがサボテンの中に入るんですよサボテンって。でも今ではもうその子供サボテンの方がでかくなってるんですよ。すごいよあれ。ヘビリラミそう 100% なんだ確か。電動リ100回ってすごいな。金銀やとっても150回ぐらいやったな電動リ。多分これあれやな、あのドラゴンテール。うん、あとは安定行動。聞いてやろエリーナ、ちょっと言いにくいんだけど、聞いてやろエリーナ、チャチャラ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 チャ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 、聞いてくれてありがとうアロエリーナ。懐かしい、なんかコメントでさっきやったから懐かしいなと思って。あのね、アロエヨーグルトの CM やな。関西人のくせに話に落ちはないの。いやもうそういうの大嫌いなんですよ俺。もうよく言われたね、前の会社入った時にね、あのあれもこくん関西人なのになんかあれだねみたいな、話つまんないねみたいな俺はっきりとなんかね言われたから、関西人なのにあんまり面白くないねってあ一回はっきり言われたことがあって、あーなんかハートがたっけーと思ったな。東京人がこの関西人に求めるハードルの高さね。そもそもその俺なんか周り先輩ばっかやからな、やっぱり若いしな、新卒とかも全然おらん会社やったから、基本みんな年上ない、だからまあ基本的に敬語で喋るな、やっぱり。ああ先輩どうしたんですかみたいな感じで、うん、うわあそうだったんですねみたいな感じで、やっぱ相槌打ったりとかさ、そういうなんかどっちかというと聞き寄りのコミュニケーションになるやんか。でやっぱ関西弁とかもやっぱ出なくなるわけよ。うん、やからな、別に俺本来の持ち味が何も出せない状態でな、ほら、なんか、結構無茶ぶりも嫌やねん、俺。もこくん、ちょっと関西弁でちょっとお前喋ってみや、みたいな。今から3分間、俺に対して関西弁喋って、みたいなさ。そういう無茶ぶりが来る、めっちゃだるかってな、あれがな。そう、東京人、ほんま、くたばれ思ったね、あれは。ほんまにな、自分のフィールドや思ってな、超遅刻ね。いやもうほんまこの無茶ぶりマジうざいからね、とんでもなくうざいもん、あれ面白いよ、いつも配信楽しみにしてます、ありがとうございます。もうね、僕やっぱね面白いと言ってるくれもらえる場はね、やっぱ配信だけなんで、はい、僕配信以外で面白いって言われたこと一回もない人間なので
そう。猫だまし、いや結構まあ場合によって使うケースあると思うけどな、まあでもなんとか買ったから、まあ先のちょっとな、はい、チャンネルバックはちょっと免れたということで、やっぱガルが使いやすい、うん、もうちょっと改良したら使えると思うな、このパーティー、もう少し改良がいると思う。ねえ、関西、やっぱ関西人苦労するよな。俺大阪の出身、うん、じゃあちょっと本気で潰しに行っちゃおっか、僕が潰しに行くよ。なんでちょっと話しただけで金もとか言われるのもうおかしい。